元皇居のエアコン担当の秋にです。本日お送りするのは、冬が終わった今エアコンにとっては何をするべきかについてお話をしたいと思います。ようやっとまあね、寒い冬が終わって、これから暖かい春が続いていきますよね。一方でまあ、世間では3月の年度末に向けて、いろんな作業がバタバタになっているわけです。ちなみに僕たちも本日はこんな形でトラックにですね、建物ができた後に設置する家電を満載にして納品をしてきました。単に年度末だから3月になって納品したというわけではないんですよ。実は今回の作業、本当は2月の頭にやる予定だったんですよね。実は1ヶ月もね、予定がずれてるんですよ。なぜずれたか。建物の完成検査がずれたから。じゃあなぜ建物の完成検査がずれたか。ごくごく一部の建設資材や製品の入荷が強烈に遅くなってたからなんですよ。たとえ一つでもつけるべき保安部品がついてない、やるべき工事が終わってなければ完成検査は受けれないんですよね。例えばこれって去年一昨年のエアコンの品不足の時にも、基板1枚ついてないだけで商品としてね、当然手をなさないので、たった基板1枚入ってこない、たったセンサー1つが入ってこないだけでエアコンの製造は猛烈に遅れてしまうってことがあったじゃないですか。同じように建物もそうなんですよ。そうすると建物が完成してから納品する家電類っていうのがずるっとずれて3月中になってる。当然僕たちは3月には3月の仕事の予定があるので、もうめちゃめちゃタイトなスケジュールになってきてるんですよね。これね、家電だけではなくてエアコンも同じようになっていくんですよ。なぜかっていうと、建物が建てた後で建物の外、いわゆる外構工事とか土間工事とかね、要は砂利道だったところにアスファルトを敷きましょうとか、コンクリートを敷きましょうとかってことがあるわけじゃないですか。そうすると室外機を置くときってのは、全部の作業が終わらないと室外機置けないんですよね。それはそうですね。室外機先に置いちゃったら、後でアスファルト敷くの大変になっちゃうじゃないですか。ってなると、結局ね、僕たちは、まあ、今回は家電としてね、家電を納品するとそこでずるっとずれましたけど、エアコン工事の方も、やっぱりね、後にずれていってるんですよ。今、これが日本全国至るところで起きてるんだっていうことを前提に、この後の話を聞いてくださいね。さあ、エアコンの、冬のエアコンが終わって、何をするか。やるべきことは2つ。1つはエアコンの機器に劣化がなかったか。そして2つ目は匂いや振動などエアコンの機器以外にも気になる点がなかったか。その2点をもう1回思い出しておいてほしいんです。そして今すでにエアコンが設置後10年経っている皆さんは、これを機会にエアコンの入れ替えの検討を始めた方がいいと思います。これ4年目や5年目での異常であれば、やっぱ修理っていうこともね、当然選択肢に入ってくるんですが、やはりエアコンは基本耐用年数を考えると、もう10年超えてきて、さっき言ったような異変を感じ始めたのであれば、やはり入れ替えを検討するのがいいと思います。特に今ちょうどモデルチェンジで、昨年モデルがやはり値段が下がってきてる。これは前の動画でもお話をしてますが、まごまごしてるとどんどん昨年モデルがなくなって今年モデルに変わっていっちゃう。なので今の段階で10年経過してる、そして先ほどの2つのチェック項目のどちらかが引っかかってる場合には、速やかに昨年モデルの安い機種を抑えておくっていうのはとても有効なことになってきます。自分たちのエアコンが何年前かわからないよっていう方は、室内機の下か横にシールが貼ってあると思います。メーカー名や型式と一緒に製造年が書いてあるケースが多いので、そのあたりで何年前に製造されたものかということを把握してください。ここまでならばいつもの年の話、先ほど冒頭僕申し上げましたよね。今建設業界全体が工期のズレが来てる。特にエアコン関係の仕様寄せはなかなかの形で来てる。
っていうタイミングで、じゃあ3月になりました、昨年モデルを抑えました、さあ入れ替えをやってくださいってなると、どういうことになるか。量販店の仕事も受けているけれど腕が良くて数多の職人さんっていうのは、2月に終わらす予定で受け負った仕事をまだ終わらせられずに待たされてる状態っていうのがあり得るんですよ。待たされてるだけならまだしも、今もうすでにようやっと建物の完成がラッシュになって、それで年度末に向けてやらなきゃいけない仕事がまるっとずれてヒヒ言ってる状態っていうのが実は結構あるんですよね。なので3月に昨年モデルを抑えて、さあ3月につけてくださいってなると、腕のいい職人さんが意外とやりかけの仕事で忙殺されていて、量販店さんの依頼を受けれないっていう状態になってる可能性が例年よりもちょっと高いと思います。なので4月に入ってから作業をやってもらうように交渉しておくっていうのもちょっと今年の場合は必要なんじゃないかなと思っています。良くも悪くも基本的に年度末で終わらせるっていうことで動いてるケース結構多いです。特に大きな建物の場合は補助金が絡むケースっていうのもあるので、そうなるとね、たとえ物が遅れていようとも年度末で終わらせなければいけないという市場命題に向かって動いているケースというのはとても多いので、民間の場合はね、工期がまるっとずれましたで年度末から年度始めにずれちゃうこともまあまあ本当は嫌がられてもできない話じゃないです。だけど大きな建設案件、特にコロナの関係でいろんな補助金がずっと軒並み出てたこのタイミングっていうのは、やはり年度末を死守しなければいけないっていうケース、やっぱりね、少なからずあります。なので、機械は抑えておいて、作業は4月にしてねっていう形で抑えておく方が、意外と腕のいい人が来てもらえる可能性があるんじゃないのかなっていうことを、ふと自分たちが今ね、いろんなしわ寄せでスケジュールがめちゃめちゃになってる時に、この状態のまま皆さんがね、3月に何も知らずに発注をしちゃうと、きっと普段から忙しくされてる腕のいい職人さんたちはこの時期は対応できないだろうなと思ったので、冬が終わった時にやるべきことっていう動画プラス、今年に関してはちょっと気をつけてくださいねっていうことを合わせてお話をしてみました。なるほどな、納得したよと思っていただける方、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。元皇居のエアコン担当の秋仁でした。それでは失礼します。家庭用エアコン、業務用エアコンのお問い合わせについては概要欄に貼ってありますサイトをご確認の上、メールにてお問い合わせください。